はい、CM 開けました。開けましたね。朝5時24分です、うん、明るくなってきてますね。外の、はい、はい、ほんのり明るくなってきた、はい、朝です。朝です、まあ、新しい朝が来た、希望の朝がってやつでございます。そうですね、はい。そして、さっき CM に言ってた、うん、ここからは 8.19、はい、夏村レスロン夏祭り、はい、ケンさんと西島さんも来ていただいた、はい、夏祭り、道場で行われた夏祭りの模様をこれからはちょっと見ようと。そうですね、そうですね。だから僕らもあんま見てない部分もあるので。そうですね、河野さんずっとね、はい、あそこ売店っていうか、9時のところにね、はい、いらっしゃいましたもんね。ちょっと周りのことはあんまり見えてなかったので、はい、見に行きますよ。ありがとうございます。はい、横浜に来てくださるって方ですね。分隊俺に行くでしょ夏祭りに見に行くって言ったのかと思ったらそれはもう終わってるからね。分隊でしょ。はい、分隊でございます。待ってますよ。待ってますよ。ありがとうございます。はい、ではじゃあ早速まあ見てもらった方がいいですね。会見からでしたっけ。まずはあの夏祭りレポから。あ、レポから、はい、はい、私がやってまいりました、はいはい、この、現地現場でね、そのどういうゲームコーナーだったりなんだり飲食ブースだったりをどういう企画があったかと、はい、結構選手の皆さんもご協力いただいてなかなかいいものになってると思います。なるほど、はい、はい、よろしくお願いします。はい、本日は8月19日でございまして、ここ、現スポーツパレスでですね、9.2 横浜分隊に向けまして、レッスル1夏祭り、初の試みでございますね、行われております。もうそろそろ、帝国になると思いますので、帝国になったらこう何かしらの催しが始まると思うんですけども、本日はですね、私がですね、各国を歩いてですね、参加している選手の皆さんとか、あとはファンの皆様とかに、楽しんでるかどうかっていうのをちょっと、リポートしたいと思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。こんな感じでございますね。結構な人が、開演前からですね、3万8000人ぐらいが集まっておりまして、あそこでなんか水風船の何かをやってる稲葉さんがいるかと思えば、あそこで、周囲からくすねたものを売っている、曽山学さんの、フリマがあったりとかですね、あと食べ物があったりですね、しております。ですので今から来れば、間に合いますので、皆さん今から来ていただいて、あそこにフードがありますのでどんどん食べていただいて、一緒に楽しんでいただければなと思います。それでは、リポートに行ってまいります。はい、こちらがですね、曽山学店長の、フリマ、ワイルドフリマでございまして、店長、店長すいません、ちょっとお忙しいところ、黙れ24時間のフロアなんですけど、黙んなきゃいけないですか、せっかく宣伝しに来たのに黙れと。なんか大釜ですね、これ、なんですか、これ買ってくれ。アンディのこの大釜がですね、大刀2万円。2万円っていうと、これ香港ドルでいうとどれぐらいなんですかね。これは200両だ。200両だ。ちょっと量でになってますよ。なんか今回ここに並んでる出品の数々はなんか様々な皆様から勝手にくすねたものを並べてるということなんです。いいんですかそれは。大丈夫です。でもこれ売れたら本人にお金を渡しますね、はい、ちゃんとそこはそこだけはちゃんとやってますから。武藤掲示板にロイヤリティが発生すると、はい、よく見てくださいもう熊頃、はい、よくわからないのいっぱい出てますから。オープンフィンガーグローブ買ったの1000円。どなたさんのオープンフィンガーグローブなんですかこれは。いやこれ熊頃が使ったんでしょうね。あれ熊頃さんってオープンフィンガーグローブって使ってましたっけ。なかなか熊五郎のだけ残ってるんですよ、うん、まさに熊手ですねこれね、はい、熊五郎さんだけ残って、じゃあもう結構売れちゃってるんですね。いやもういっぱいあったんですけど、ここまであったんですけど、もうやっぱ人気選手はすぐ売れちゃいました。はい、吉岡、アンディ、はい、稲葉は売れちゃいましたね。あ、じゃあニューエラ勢がよく売れると。ニューエラ勢は売れちゃいましたね。曽谷さんご本人のやつはないんですか。本堂っていう、あ、私のこの試合で使ったやつとかありますけど、はい、こちらこちらは何でしょうか。これあれです。で自転車乗った時に、うん、家にをつけた。あれね。アキラさんと一緒に。1回しか使用してない。はい、これはおいくら。ただです。あ。ただ。振りますぎますよ。振りまにも程がありますよ。ただだと、はい、値段がついてるのはどれですか。私の T シャツこの汚れてますから、ね。はい。このあたりおいくらでしょうか。誰も買ってくれてない。おいくらでしょうか。500円。500円。はい、曽山学さん使用済みの T シャツが500円で売っております。これ汚れてますから、はい、もうで漏れなくこのヒゲバンドって言えばいいですか。はい、ヒゲバンド、はい、漏れなくヒゲバンドがついてきますので早いもん勝ちでございます。ヒゲバンド無料です。先着1名様にヒゲバンドがついてきます。曽山さんの T シャツ500円でございます。
はい、最初にお買い上げいただいた方に無料でヒゲバンドがついております。ちなみに言っときますけど、これ1回も洗濯しないですごい汚い1回も洗濯しない1回も洗濯しない要はソヤマナブそのものだと。そういうことです、はい、だから汚れてますから。ソヤマナブのタンパク質がたっぷり入ってるこの T シャツでございます、はい、ワイルド T シャツ、はい、早いもん勝ちですよ、はい、最初に買った方にこのヒゲバンドがついてますよ、はい、いっぱいあります。マスクの商品もあります。謎のマスクマンですね。さあさあ、なんでここにマシンのマスクがあるんですか。わあ、それはよくわからない。謎のマスクマンで、ね、謎のマスクマン、何マシンですかこれは。これなんですかね、誰ですかね。これは謎の1万円。これは道場、道場マシンです。道場に、なんかこの間東京グレンタイ工業で同じようなやつ見たような気がしないでも。それとは違う色だ。それとは違う、それとは違うんだと。それとはまた別の色だ。これ1万円、これマシンメイニアにとってはたまらないですね。じゃあね、そうです、レア品ですから。マスクかぶってる人は、あ、マスクをかぶってる人いますよ。あ、本当は。あなたこれ買いなさい。タイガーマン、タイガーマンさんが、あのこれ最初にマスク以外にマスク、最初にソヤさんの T シャツを500円で買うと、これがヒゲバンドがついてくるんですって。どうですか。まだ一度も洗ってないソヤさんの使用済み T シャツでございます。タイガーマンさん。いやー、けどなんか売れるものと売れないものの落差が激しいですね。さあ、いよいよ、14時になりましたので、フェスティバルのスタートでございます。うまそうですね、あれ。うまそうですね、あれ。うまそうですね。どうですか、あれ。いかがですか、ケンさん。いや、ちょっと、あなた食べてくださいよ、もっと大きい。もうちょっと、今お金持ってなくて。ケンさん、ごちそうです。いただきます。はい、ちゃんとニコプラがスポンサーになりますから。あ、本当ですか。あ、じゃあ。面白い食レポ。あ、もうやめ、食レポって言ったら俺ですからね、レッスルワンで。というわけでお話して、車の二人が食レポいたします。何を選ぶか、まず何を選ぶか。これは何に乗ってるんですか。それは今日食べたいです。生ハム。ああ、僕はじゃあこの生ハムと、保存。え、生ハムと、いやー、クマさん、これやっぱりもつ煮込みじゃないですかね。ああ、俺うまそうだ。いいでしょ。俺うまそうだ。ドンですよ。ドン行きましょう。ハムとドンお願いします。はい、わかりました。ああ、熊五郎さんに、え、あのお嬢様から、え、あら、うん、いただいちゃいました。いただいて、半分いただいちゃいました。美味しくいただかせていただきます。じゃあちょっとあのお嬢さんの前で食べてみてください。はい、じゃあちょっと、あなたが食べてるとこお嬢さん見たいから。じゃあちょっと、写真も写真も撮ってますね。はい、だから熊五郎が最高の食レポをします。食レポしますよ。どうぞ。ステーション生ハム、ハムセラーノ、いただきます。ほら、この、あ、こっち、こっち、ほら、見てください、この、なんとも言えない、この薄さ、いただきます。便利な言葉ですね、なんとも言えないって。どうですか？これはやばい。うん、どうやばい？絶妙な塩加減と、このハムの柔らかさ、うん、うますぎる！うますぎる！やばい！やばい！はい。あ、これうまい！トイコジボ、トイコジボ、これここまで来たか。うまいっすよ。本当に、なんかこの食べた後の香りが、香りがすごいです。香りが貴重なシーンですね。川崎の暴れん坊が餡を、うん、どうですか、どうした、お味は。酒が飲みたくなる。酒が飲みたくなる、まあそうでしょうね、これね。はい、で、クマさん、これが続きまして、はい、スペイン風もつ煮込み、はい、じゃあこちら、はい、これは、あんた食レポしようかな。これは、はい、いや、これも写真撮っちゃっていいですよ。はい、いや、全然いいです。じゃあ、この、さあ、まあ、要はこれ、カジョ、スペイン風もつ煮込み丼、カジョス丼、いただきます。ちょっと熱いな、これ。トリッパですね、トリッパ。うん、トリッパ、美味しいんだよな。いいな、熊さん。そんな顔して食う人間がどうなるんだよ。熱いこれはやばい。やばい。どのあたりが。トマトなのにちょっとお出汁が効いてて、これはうまい。うまい。うますぎる。トマトなのに出汁が効いている。出汁が効いている。馬にも分かる出汁が効いてるということで、もう皆さんぜひこれ食べてください。馬が食べても分かる出汁だと。カジョス丼むっちゃ美味しい、これ。ちょっとあの写真用に。お嬢さん、お嬢さん、写真どうぞ。ですよ、正面。はい。さっきのあの目をひんむいて食ってる顔をお願いいたします。もっと目を引き向け、近いよ。いいですね。いいショットですね。つうか、我々この前で
やってて営業妨害なんでどう考えてもこれ、すいません本当に、すいません本当に、これ本当美味しいですよ、はい、くじ引きのコーナーでございまして、これご覧ください、これ各選手から使用済みあるいは、あれですね、個人で持っていたものがこうやってどんどん出品されておりましてですね、当たれば僕はあれを狙いますね、イケメンさんのジャケット、あれこれ、それでこう当たったらもらえるわけでございますから、選手賞 T シャツ、マスコット、カズ歯ブラシ、パンフポスターと5種類になっております。なので選手賞が出ますと、この選手の中から何か、好きなものが選べるんじゃないかなと思いますので、当然選手賞が出ましたら私はイケメンさんのジャケットをですね、ダッシュして、ニコプロ出演の際に来たいと思いますので。マジですか、はい、でそのくじ引きコーナーを担当されている方がこちらの方ですね。ありがとうございます。ジャイアントはい、1枚、はい、どうぞお願いします。いやレスルワンで最も背の高い人がくじ引きの担当してるってのもなかなかこの手を突っ込むのに一番時間がかかる人になりますからね、背が高いっていうことは。お、社長も来ましたよ。社長も来ました。 何が当たった？あ、これがいい、これがいいって。俺そんなこれがいい、そんなできないから。ありがとうございます。なぜかレスラー所属じゃない紫龍選手のマスクがあるというですね。はい、なんであるんですかね、これね。あなたのお友達じゃないですか。じゃあ、あ、だからか。だからでしょ。しかもこれ、応援マスクですからね。なんで染みたれてるんでしょうか、紫龍は。おーい、おい、じゃあ、関係なくても出してくれたんですよ。でしょ。だ、そう、普通出してくれないでしょ。31枚。所属のみですよ、所属のみ。フリーの野沢選手まで出してくれるというね。嘘。おー、すげえ。すべきものは盟友ですね。盟友、はい、ありがとうございます。あちらにあるのがイケメンさんじゃけど、ね、これなんですか、これ。それはエース代表の渋谷さんってことですね。これ何、これ、はい、これすごいやつ、ね、プレスでしょ、これは。へー、だってすごい。あー、これ一回おいくらなんですか、これね、一回おいくらなんですか、これ。ゲームをしなきゃいけない。あ、そういうものなんですか。あ、なるほど。まずゲームある。我々分からずにこれ並べると。2回。はい、オッケー。2回。行きましょうか。はい。すいません。あれ、ゲームというのはこちらですか。はい。ゲームやらないと、くじ引きに。そうです。ゲームをすると、はい、参加券がまず1枚もらえる。はい。で、ヨーヨーは、ヨーヨーと1枚になります。くじ引き券が1枚。なるほど。で、ダーツだと、50点以上で2枚、100点以上になると3枚。そういうあれになってるんですね。はい、輪投げだと、1ビンゴで2枚、2ビンゴで3枚。一番的確に券がもらえるのはどれになりますかね。一番的確に券がもらえるの、はい、私、ゲームの才能がないので、極力。輪投げが得意か、ダーツが得意かになる。これは絶対1枚なんで。どちらかというと輪投げですね。じゃあ、輪投げを、はい、熊五郎が1000トンで割った板で作った輪投げ。ああ、なるほど、なるほど。2ビンゴか1ビンゴかやっていい。わかりました。わかりました。じゃあちょっとやっていきます。チャレンジしてください。はい、では輪投げに挑戦いたします。いやーちょっと、当初さんコツ教えてくださいよ、輪投げに。いや、ここでしょ、子供は。はい、怖いじゃないですか。どんな感じでやればうまくいくでしょうか。思いっきり投げる。思いっきり投げたいと思います。どれに入ってもいいんですね。狙ってどうなってやるじゃないですね。ね、こういうもんですよ。しかも真ん中ですよ。全部5に入れりゃいいから。つまんないね、こうやって成功しちゃうとね。みんな失敗するとこ見たいでしょ。1枚、あ、1枚もらえます。はい、いや、まずくじ引き券1枚お渡しして、ヨーヨー1つ。これは何かコツがあるんでしょうか。いや、もうコツは輪っかに入れるという。輪っかに入れる。100
ャバクラと一緒です。いや、だから行ったことない。よりなんか卑猥なことになってキャバクラと一緒です。ケンさんの大好きなキャバクラで何回も連れて行っていただきまして。あ、これあれなんですね。ここが紙になってるから、あんまり長くやってると切れてしまうと。やばいっすね。昔から金魚すくいだけは不得意でしたからね。色を選んでる場合じゃないと。では行きます。ね。出した。ミース。取れました。いいんですかこれ。はい。はい。ナンバーワンです。何がナンバーワン？うちのナンバーワンを。ケンさんが釣り上げちゃいました。これナンバーワンナンバーワンです。で、1回取っておしまい。これ1回取っておしまい。これで終わり。ダーツと輪投げは、はい、ちょっと増えます。2枚もらえたりとかするんですけど、ここは1枚しかもらえない。これはもらって帰っていいですか、この風船は。あ、ぜひうちのナンバーワンをお持ち帰りして。これがニコプロの戦利品でございます。はい、これからスタジオにね、これを飾って。はい、ありがとうございます。呼んでください。はい、これでくじ引きが2枚貯まりました。はい、稲葉先生でございました。前に1回人に刺さったことがあってですね、なんだろうな、前人のいないところかって投げたらなんか後ろに行ってしまってですね、投げ方が悪かったんですね、あれね。我々の世代ダーツといえば柴田恭兵でございますけどもね、俺たちは天使だと。刺さないとダメなんですよね。刺さないとダメです。刺さりましたよ。珍しいですね。はい、ありがとうございます。というわけでございまして、くじ引き券が3枚揃いました。まあチャンスは3回でございますので、3回のうち1回が当たればいいかなと。さあ、いよいよやってまいりました。3枚でございます。3枚、はい、はい、いやー、ちょっとそれ当てたいんだけどさ、なんとかならないこれ。なんとかならない。だって武藤刑事の生存刑事者でしょ。もうちょっと、小屋さんがゲットワイルド打った。ちょっとなんで僕が引くときにゲットワイルド。はい、3枚、はい、さあ、打った当たれ、打った当たれ。赤、レア、マスコット、レア、そして白、パン、ポスター、ポスター。ポスターいやー、これちょっとこれ考えてみてます。それとダメダメダメだって。せっかく苦労して3枚やったのに。ポスター、これ他団体のポスターだったら面白いけど、海援隊道場とかの。いやー、ちょっとじゃあこれをニコプロに持ち帰るので、多分これ24日の当日の時に多分見せることなんじゃないかなと思いますので。はい、というわけでまして、リング上ではですね、今戸谷さんとイケメンさんがなんかゲーム大会やっておりますので、そちらの方にちょっと行っていただきたいと思います。じゃあ、体験様と体験様でした。ご苦労様でした。あんなことやってたんですね。そうなんですよ。俺は知らなかったですけど、いや、僕も全然そのくじをやるルールを把握しないで行っちゃったんで、はいはい、ゲームをやることによってその券をもらうっていうのを知らなかったんですね。はいはい、普通にこう1回いくらでお金を払ってやるかと思ったらそうじゃなかったと。はいはい、そうですね。後楽園でやってたくじ引きはそうなんですよね。500円で1回くじ引き、缶バッチくじ引けるよとか、はい、そういうのやってたらしいですけど、今回は夏祭りなんでってことなんです。まあ要はゲームを楽しんでもらうっていうね。そうですね。だってままくじ引きだったらただのくじ引きになっちゃいますからね。だから、はい、くじ引きをしたいがためにみんなダーツ、ヨーヨー、輪投げやるっていう。いやー、けどすごい人気でしたよね。一人で何十枚も券をね、もらってやる。くじ引きの輪投げ、1、2、3、4、5、30何回とか普通にありましたよ、みんな。うん、
でね、イケメンさんのジャケットとかグレートムタのパンタロン、あれイケメンのイケメン賞じゃないですよ、あれ吉岡のジャケットなんですよ。ああなるほど、そうだ言われてみれば吉岡がジャケット時代に時代のやつだ、そうだ言われてみればイケメンのジャケットじゃないですよ。あなるほどね、あなるほどなるほど、はい、あとシリュウさんのマスクとかね、そうそうそう、あれありましてね、いっぱいありましたよ結構、いやーけどなんかあれなんすか、稲葉さんっていうのはなんかキャバクラ云々ってあれ持ちネタなんですか、あれ誰にでも言うんですかね。いやしません、ケンさんついてたんですよ。ないないない、僕キャバクラって行ったことないもんだって。あ、そうなの。そうなのにいきなりあんな話切り出されてですね、であのなんかあのヨーヨー一人一人がなんかこうね、そのキャバクラのお姉さん的な言い方してたじゃないですか。これはもしかするとこの方のなんか持ちネタなのかなと思いながら聞いてたんですけど、ね、どうなんですかね、ケンさんがそのキャバクラ行くキャラに思えたんですか。いやだそう、キャバクラいじりで盛り上がると思ったんですか。なるほど、残念ながら全く私キャバクラに対する知識がゼロでございましてですね、はい、ですね。まあ、あとはあれですね、ソヤさんのあのフリマが、はいはい、あれ結構あれ行った時はですね、まだまああのスタートしたばっかりだったんですけど、はいはい、あれ終盤にはもうほとんど売れてましたね。そうみたいですね、結構ハケが早かった、ハケが早くて、ソヤさんがずっとあの持ってたあの剣、アンディウ選手のあの刀あったじゃないですか、はい、あれも2万円でちゃんと買った方がいてですね、はい、武器2本とも売れたらしいです。そうあれ持って帰った方がいるというね、大久保から。そうですね、だから捕まらなかったらいいですね、捕まらなかった銃刀法違反、銃刀法違反になるんで、はい、けどなんとか持って帰ったらしいですけどね。あね、良かったですよ、はい、でもね、とりあえず喜んでもらえれば何でもいいんです、うん、そうですね、喜んでもらって、まあ、その結果銃刀法違反で捕まったらまあ仕方がないな、はい、でもそれも、はい、あのね、喜んでいればいいです、いいですと、銃刀法で捕まったことも、喜んでくれればそれで、そまあね、銃刀法で捕まるのもまあ最初からそうなってたと。そうです、いうわけでございますね。で、あとあのクマさんの食レポはどうですか、あれ。ああ、さあそうですね、ハム薄いって言ってましたね、はい、それはそうでしょう、そこを言っちゃダメでしょ。そう、生ハム薄いですって言ってたって、それ気をつけないと、その下げたって思われますか、ね、そうなんですよ、ね、ええ、ああいうところはちょっと怖いですね。でね、その後にまあなんかこう取ってつけたかのようになんかうまいとか言ってましたけどね。いや、まあ、あんな感じですね。だから結構そのなんて言いますか、アトラクションと申しますか、楽しむべきものがいろいろあったんですよ、あの日、はい、あのちょっと紹介しただけであれだけあったんですかね、はいはいはい、あとこうチアワンさんとねにこうなんか似顔絵を描いてもらうコーナーとかね、チャオブースがあったので、チャオさんにお願いしてたので、であとグレートムタミュージアムもあったりとか、はいはいはい、本当にもうあちこちで楽しめるものがあったんで、いらっしゃっていただいた皆さんも楽しめたと思いますけどね。ミュージアムに関しては僕がかなり頑張りましたよ、うん、あれ頑張ったんだ、頑張りましたよ、うん、これは唯一グレートニタとやった電流爆破のムタだよ、メカムタだよ、あちゃんとそういうのを飾った方がいいよって、うんうんうん、館長としてね、ええ、頑張ろうと。河野さん館長だったんですね、こっそりね、グレートブタミュージアムの、こっちもいいよ、こっちもいいよ、館長全然そっちに行かなくて、このくじの方ばっかりにいましたけど、ね、まさかのね、大混雑大混雑、いやあれあそこどけないですよね、あんなにいっぱい来ちゃったらね。そうですね、だね、うん、極力急いでくじ引かせてあげないとね、うんうんうん、せっかく剣持ってるから、そう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 、一番列並んでたもんね、あそこはね。そうですね、うん、だやっぱみんな欲しいもん、ね、そう欲しいんだなと思いましたね、あれはね、まあ、本当にいい試みだったなと思うわけでございますね。選手の方もね、いい商品を出してもらったので、ね、良かったと思います。うん、はい、おお、ムタのパン、あ、ムタのパンタロン当たった方いらっしゃいますよ、ほら。ね、ムタのパンタロン当たったけど、舞い上がっちゃって記念写真撮ってもらうの忘れたと。じゃあ今度パンタロン持ってきてもらえば記念写真、ね、改めて撮りましょうよ、これは。せっかく当たったんだから。僕はパンタロン受け取りますんで。ですよね。回収します。はい、パンタロンっていう、ズボンって言えばいい、なんて言えばコスチュームですね。まあ要は。はい、はい、ね、こんな感じでございました。これはブース周りで、はい、周りで、リング周りでやってることなんですね、はい、はいはいはい、続いては会見の模様を、はい、これは 9.2 横浜分隊に向けてですね、はい、まあ、タイトルマッチに絡む皆様が、その、はい、ね、決意表明といいますかコメント、そうですね、4大タイトルマッチの、はい、あれね、公開記者会見、ね、公開記者会見でございます、はい、記者会見ということは記者さんが質問するところでございます。そうです、はい、だがしかし先ほど申しました通り記者がいなかったと。いやいや、はい、いましたよ、あの押し原さんと私しか、はい、週刊プロレスの成川記者は遅れてきた。大丈夫です、はいはい、それでもなんとか記者公開記者会見となりましたね。はい、とりあえずそれをね見ていただきましょう。はい、
はい。それではまずチャンピオン立花選手から意気込みをお願いいたします。まあ、横浜フットボールファン、次も俺がこいつからギブアウトで終わり。伊藤選手、また反則してきた時の立花選手が反則してきた時の、対策等というのは考えていらっしゃるんですか？いや、まあ、前回は考えてなかったんで、まあ、対応できなかったです。まあ、次からルールが分かってるんで、まあ、全部跳ね返して、ね、この試合も行った時はできると思います。ありがとうございます。立花選手にお聞きします。前回同様、様々な距離を使っての反則行為を辞さるという形で、臨むおつもりでしょうか？もう勝つためには何でもやってやるよ。お互い、学院運勢の時代から、行動を共にしたわけしてきましたけども、学院運勢時代のお互いの気に入らない点がもしあるようでしたら、ここで明かしていただきたいと思います。まあ、こいつは入ってきた時から空手の日本チャンピオンっていうバックボーンがあって、まあそこがみんなからチヤホヤされて俺はすごく気に食わなかった。まあ学院時代ですけども個人規制で、自分の規制なんで全然印象はなかったです。まあ最近演舞を書いて印象に残ってきたのは、まあ、最近です。前は全然僕は印象になかったです。その変わった立花選手の印象、夫婦を見て、印象でした。その時にどのような、お気持ちでしょうか？まあとりあえず変わりすぎというか、ね、2人も変わっちゃったので、前まではエースもレストランのグランプリのトーナメントの時は、まあ、そのまま熱い試合を見て、自分気持ちよかったんですけど、まあ、前回の後楽園は全く気持ちよくなくて、反則ばっかりで、まあ、次の舞台に叩き潰して、まあ、元のこいつに戻したいなと思います。今の伊藤選手の答えを読みまして、立花さん、思うことがありましたらお願いします。まあ、こいつはエースの時の大会で気持ちよかったって言ってるけど、それを勝ったから言えるだけであって、俺は何も気持ちよくなかったし、ただただ悔しかっただけだな。そういうところで。このベルトを必ず守ります。
このベルト守りますが、守りに入らずに、どんどん攻めて、戦っていきます。はい、当日は、全試合の中でクルーザーの試合が一番面白いと言われる試合にしたいと思います。ありがとうございます。続きまして挑戦者吉岡誠二選手より意気込みをお願いします。9月2日レスラー年間最大のビッグマッチでベストバウトを出して自分がベルトを取りたいと思います。アンディ選手、たった今、フィギュアの皆様が非常に熱いエールを送られておりましたけれども、まずフィギュアの応援に関しては今どのように受け取ったでしょうか。なんで今言うねんという感想ですかね。ありがとうございます。井上選手にお聞きしたいと思います。横浜大会のベストバウトを狙うと今発言がありましたが、クルーザーならではの魅力というのを今日お集まりのお客様に、お話しいただければと思います。まあ、吉岡選手は、バチバチした、ファイトスタイルの中で中からまた華麗な技があったり、まあ、そういう殺伐とした試合だと思いますのでそこを楽しみにしてもらいたいですね。多分今アンディウルは多分日本でも屈指のスピードとスタミナ持ってると思うんで、その上を見れば日本でもトップクラスの世界にも誇れるハイスピードな試合ができると思うので、クルーザーそこを楽しみにしたいと思います。今回のタイトルマッチはニューエラ同士のタイトルマッチになりますが、同じニューエラ同士ということは意識して戦うつもりでしょうか、それともそういったものを向きにして戦うつもりでしょうか。まあ元々まあ、ニューエラーだからといって、まあ、組んでるからがニューエラーじゃなくて、まあ、戦ってもニューエラーというものを、みんなに見せていきたかったので、吉岡選手は組むよりも戦う方が自分は楽しいです。右に同じです。では続きまして、ご来場いただいた皆さんの中から質問を受け付けたいと思います。ご質問がある方は挙手の方をお願いいたします。現在、フィギュアでアンディさんが出展されたこの大きいポスト、刀が売れたんですけども、この売上金は募金のレスラーにするということでよろしいでしょうか。全額いただきます。いいのか、それで。ただ持って帰るときは気をつけてください。銃刀法違反。ありがとうございました。以上でレスルバークルーザー陸上チャンピオンシップの会見を終了させていただきます。2人の熱い戦いにご期待ください。それではチャンピオン土井浩二選手、マウロ選手に意気込みをお願いいたします。俺ら土井熊がレッスルワンで最強の各チームになるために初代王者、そして最多防衛回数を持っているチーム246と、横浜分隊でタイトルマッチをします。まあ、試合の内容的にも絶対に一番の試合をして、なおかつ防衛して俺らが最強のタッグだということを証明します。そして、やっぱり土井熊が最低で最高なタッグチャンピオンチームだったなということを皆さんにお見せいたします。かつて、
試合伝統を作ってきたチームに見ようと、この頂上決戦必ず制して俺たちが勝って、俺たち鳥駒が伝説を作っていきたいと思います。ちょっと一つ言いたいんですけど、なんですぐ来てないんですか。俺スーツって言われたんですよ。おかしいでしょ。俺たち太ってんですよ。暑いでしょ。いや、今日は夏フェスですよ。夏フェス。はい。夏フェスのスーツって言われたことだって、もうちょっとどうなってんすかこれ。おかしいでしょ。俺たちだって涼しいじゃないですかこの人たち。なんすかこれ、いい棒ですか。なんですか。夏フェスの製造ってさ、こういうこっちの場所だったんだよ。謝って、謝ってもいいんですか。あ、そっちで謝って、ジンベエを作ってる会社にも謝って、ジンベエを回すんだ、ジンベエを作ってる会社にも謝って。非常にタイトルマッ
大丈夫というところに意気込みを実際にここで見せていただけるかと。だって今の試合関係ないじゃないですか。え、先頭行きます、スーツで先頭行きます。
今のは見てました、従順な素晴らしい社員だと思います。僕はすいません、ちょっと向こうが気になっちゃって、また機会があると思います。それではチャンピオン、芦野翔太郎選手から意気込みをお願いします。レッスン1第11代チャンピオンシップ王者、芦野です。皆さん、今日はたくさんのご来場、誠にありがとうございます。メインでですね、タイトルマッチ、去年の団体は僕は怪我で出てません。で、3階席から見てました。イケメン対イブシ、しっかり見てました。その時、率直に、イケメンはすげえな、天才だな、正直にそう感じました。まあ、そのイケメンを軍隊のメインで僕がタップアウトをさせるというのは非常に楽しいですね。このいつも明るい黒潮イケメン二郎の泣き顔、吠え面を皆さん楽しい軍隊に来ています。まあ、ハッピーエンドにはならないと思います。皆さんの大好きな大好きな大好きな黒潮イケメン二郎がね、無様に負けますから、それを楽しみにしています。以上です。ありがとうございます。続きまして、チャレンジャー黒潮イケメン二郎選手より意気込みをお願いします。はい、黒潮イケメン二郎です。ね、すいません、緊張してます、緊張してます。芦野とは2回シングルで戦って2回負けてます。よく3度目の正直と言いますが、その3度目の正直がこの横浜文化体育館ビッグマッチで訪れているっていう時点でもう風が吹いてると思います。難しいことは言わないです。俺は彼を超えてこのベルトを巻きます。スピードアップ。ありがとうございます。続きまして、記者の方より質問を受け付けたいと思います。お二人とも、ご自身が所属しております団体のメンバー最大のビッグマッチ、そのメインイベントを初めて務めることになるわけでございますけれども、横浜分隊のメインにご自身が立つという考えがもしございますから、お話しいただきたいと思います。イケメン選手の方からお願いします。はい、分隊のメインに立つということです。はい、僕は、横浜分隊のメインで多分いろんなお客さんが、まあ、カード発表される前は丸口さんがなんかなとか思われたと思うんですけど、やっぱレッスン1のメインに立つのは俺しかいないと思っております。今年の横浜文化体育館メイントーナメント優勝して出るからには今度こそこのベルトを巻いてレッスン1をもっと上に。以上です。フィニッシュ。芦野選手、お願いいたします。はい、初の団体なんですが、まあ、最初からメインということで非常に、もう先ほども言いましたが楽しいですね。やっぱ大きい舞台になればなるほど血がたぎるというか、そこでしっかりとした強さであり試合を見せれればいいなと思っております。
僕もレスロンは芸人という気持ちは同じですが、イケメン以上だと思っています。それと今回メインを務めますお二人は、ご覧のキャラクターも全く正反対でございますが、プロレスのスタイルもほぼ、正反対というふうにほど、違ったスタイルで、やっております。まずイケメン選手でございますけども、自分とは全く違ったタイプの足の選手を相手にするわけですけども、そちらの領域に踏み込むつもりでいいのか、それともご自身 の、 その、スタイルに引き込むつもりでいいのか、今の時点ではどちらをお考えでしょうか。土俵に踏み込むというか、やっぱ一番自分の体格にいる人とこうリング上で向き合った時って何よりも怖かったりするんです。俺だけは分からないですよ。でもすごくつまらないことを言いますけど、どんなに違うスタイルだとしても精通するものは元は一緒だと思うんです。そこを足のイケメン真ん中、これ言ったりして下にして、真ん中に来た時に、ね、熱いものが生まれるんじゃないかなと。すいません、つまらなくて。橋本選手はご自身のスタイルを貫いてチャンピオンの防衛王と、歩んでまいりましたが、今回は自分と真逆にいるスタイルにイケメン選手がチャレンジです。これに関してはどうでしょうか。そうですね、僕彼みたいにプロレスできないんですよ。ひたすらまっすぐしかプロレスができないんで、正直羨ましいなって思うところもあったりはしますが、まずは自分のプロレスですね、これを貫いてブレずに叩き潰してやりたいなと思います。はい、というわけで、夏フェスで行われました、4大タイトルマッチの、公開記者会見というわけでございまして、はい、この一部始終をですね、当日お集まりいただいた、ファンの皆様にもご覧になっていただいたということですね。はい、はい、熊五郎さんはね、あんな感じでございますので、はい、戦闘2発、戦闘2発やりましたので、一番持ってったかなと思いますけど。あ、そうですか。はい、やっぱメインのね、2人はいいですね、ピリピリしててね。ね、勝ちたい、お互い勝ちたい。そう。で、ね、出て、本当対照的な2人であるけども、やっぱああやってね、こう並ぶとこう火花を散らしてる感じが出てて、非常に良かったんじゃないかなと。そうですね、僕はもう両方に負けてるんで、何も言えませんそうですね、そういうことになっちゃいますけどもね。はい、はい、で、この後にですね、曽山ラブさんと、イケメンさんの、ゲーム大会、はい、そうなんですよ。それ僕は、くじ引きコーナーでずっと作業してたんで、ゆっくりリング上見てないんですよね。さっきのケンさんがくじ引きした時に、曽山の歌声が流れてる、ね、ゲトワールド歌ってね、なんかそれが入ってきたってぐらいしか僕らはもう分からないので、はい、あ、イケメンとそれが歌ってんだなぐらいしか分かんなくて、その後何対決をしてたのかちょっとあんまり入ってこなかったので、なるほど、これはちょっと見たいな。じゃあこれ初めてこうちゃんと見る。だってしかもこのね、そう、このシュープロ、今週のシュープロに乗ってる、はい、これが行われたわけじゃないですか。そうなんですよ、だから
流します。これ流してますか、これ動画で。あのノーカットで流せました。大丈夫だったんですか、す映像的にも。あのノーカットで流せました。ノーカットで流せた、わ、はい、かりました。はい、じゃあですね、この会見の後に行われたんですけどもね、あれはね、はい、リング上での出し物というか、みんな見てくださいっていう、ね、はい、時間です。曽山の舞台、黒潮イケメン二郎のゲーム対決でございますね、はい、行ってみましょ う、 そうです、ね、特別レフリー近藤修司、はい、これがまたひどかった。はい、はい、ガリザリ君の早手対決は、何本言いましょう。一応6本買ったので、マッチ3本あります。1本、2本、3本、どうしようと思いますか。いや、何本でも覚えてもいいですね。はい、じゃあ、3本いきましょう、せっかくなので。はい、よーい、スタート。はい、皆さん応援してください。もっと急いでいけよ。味わってくれるからな。逃げ、もっとね。逃げること全部。はい、ちょっと、ちょっと、パキッ、パキッサーにちょっと置いてください。もし、
あ、みんな応援してください。
はい、ロック。はい、7。はい、8。はい、9。はい、9行きましょう、どんどん行きましょう。はい、10。はい、11。はい、12。はい、13。はい、14。はい、15。はい、16。はい、17。はい、18。はい、19。はい、20。どうですか？ギブアップ？見えますね。どうですか？いや、なんかでも優しさがあるんですけど。はい、21。はい、22。はい、23。はい、24。はい、25。はい、26。はい、はい、27。はい、28。はい、29。はい、30。はい、それでは選手の罰ゲームでアキラ 100% お願いします。
あーもうほんとこんなことやってたんですね。すごかったですねけどね。いやプロレスラー体張ってるなと思いましたよこれ見た時は。そうですね、あれ放送事故もあったんですね途中ね。ありました、ちょっと映せないシーンが。まあその後にあのねテーブルにバケツが置いてあったのを見ていただければ、はい、察していただけるんじゃないかなと。そういうことだったんですね。はい、いやけどガリガリ君早食いと、はいはい、それからコーラと、はい、ゲップ我慢対決ですね。それと、あれですね、あのゴムのゴムのやつと顔ゴムですね、はいはい、いやどれ一番やりたくないですか。どれですかね。いや僕ゴム嫌ですねあれ。あれは痛そうですね。痛そう。レザーフェイスみたいとかさっきコメントありましたけども、あれ自分ではどうしようもないです。そうですよね、あれまた曽谷さんって髪の毛とかひげとかあるんで引っかかっても取りづらかったですよあれは、抜く時も大変だったというわけでございまして、まあ、ああやってね敗者になってしまったことで、まあ、罰ゲームがあったわけでございますけどもね。なるほど、はい、まあまあまあでも僕はこれ全然見えなかったですね。いや本当見てたらちょっとあの忍びなくなるぐらいかわいそうでしたよ二人とも。であれを終始嬉しそうにやる近藤さんね。まあ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 そういうことなんでしょう。一番近藤さんが喜んでたんじゃないかなと。あれはそうでしょうね、終始ウヒャ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 ウヒャ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 って言ってましたもんね本当に。まあそれでねこのシュープロさん乗ったこの写真で、はい、まあ、なぜ顔が腫れていたのかっていうのはこれで判明したと。輪ゴムがね、輪ゴムがあんな感じ。昔ユニオンプロス出た外人 A みたいな感じで。でもこれ見事でしたねこれね。ああ上手でしたね。あれなんか股間で挟んでたじゃないですか、はいはい、あれ挟まなくても見えなかったですよね。そうですかね、ただあれかな、挟まないともしかすると結構ほら当たって、はい、回せないですよね、回す最中に、回す最中にポカッと障害となるかもしれない可能性があったので、まあ、発散だってなるかもしれないですけどね。はい、ね、来年こそ行きたいという方がいらっしゃいました。これを見てお祭りに。でも来年もまた違う芸人さんがいろんなことやってると思うので、そうなるでしょうね。うん、これで種目はないでしょうね。まあそうですね、違うものやるでしょうね。いやけど言ってて思ったのはやっぱりね、いらっしゃっていただいたお客さんめちゃくちゃ喜んでたんで、はいはいはい、まあ、本当来年もね、夏、まあ、ビッグマッチ前かどうかっていうのはもちろん別として夏フェスとしてはなんか来年もやってもいいんじゃないかなと思いましたね。あ、夏祭り、うん、やっぱあれなんですかね。あんなにだってお客様とそのプロレスラーの皆様が密接、ね、近い距離で人の同じことを楽しめる空間なんてあんまないじゃないですか。そうですかね、まあ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 、多分まあ我々もね初の試みだったので、うん、手探りでしたけどもね、はい、好評であればまた計画するんではないでしょうか。はい、まあこの日は試合ももちろん ありましたし、そうですね、はい、で、同じこの日に行われました武藤さんの、武トーク、これは、はい、夕方にね、そうですね、この後のね12時間後ぐらいですね。6時ぐらいですね。そうです、夕方18時ぐらいにこの無トークの方は、はい、こちらでお届けいたしますので、はい、だからまだまだお祭りの模様がありますぞと、はい、そうです、はいはい、となっておりまして、さあこれで、8.19 夏祭りの模様はこれで終わりですか、ね、はい、これで終わりでございますね。あ、そうですね、はい、でということでもう6時40分、うん、もう朝朝ですよ、もう明るくなって、本当に明るくなってきました、はい、もう7時、もうそろそろ7時でございますね。そうですね、さあそれでは次は何だっけ、対談。あ、なるほどなるほど、じゃあ今度は、はい、対談、僕が対談してきた、うん、普段あまり接しない人たちと接点を投稿してきたので、はい、それはまずどちらが先でしょう。ケンシロウさんから、はいはいはい、行きましょう。なるほど、その前にですね、はい、今まで流れてきた CM とは1本別の2分ほどの CM が、違う CM があると。それはどういうやつなんですか。それは左の、あ、リングサイドストーリー、はい、こちらの CM があると。あ、どんな映画なのかな、映画の CM があると見ていただければ。ああ、なるほど、じゃあここは一旦映画の CM で、はい、トレーラーってやつでございますね。なるほどなるほど、お願いします。